そういえば、私たち全員ヒーローだけど、誰と戦うのかな？あ、確かに。ヒーローショーをするなら、悪役がいないとストーリー的にも盛り上がらないかもね。それなら、私が一人二役をやろうか？例えば…絶望の底からこんにちは。ダークネススマイル、真冬みたいな感じで、どうかな？すごい迫力、思わず引き込まれました。私もです。朝比奈先輩、演技までできちゃうんですね。悪役なんて滅多にできないから、ちょっと張り切っちゃっただけだよ。じゃあ、私が一人二役で、ダークネススマイルはやられ役っていうことで。それはダメです。みんなに笑顔をお届けするショーなので、ダークネススマイルにも笑顔になってほしいです。それなら、ただの悪役じゃなくて、スパイとしてグッドネススマイルになっていたとか？あ、それで正体が分かって敵になっちゃうけど、最後はダークネススマイルとしてもう一度仲間になるっていうのはどうですか？うん、みんながそれでいいならそうしようか。はい、そうしましょう。あの、せっかくアンが採用されたので、もうちょっとお話考えてみたいんですけど、いいですか？あ、私もやってみたいです。すっごくいいと思う。コネちゃんとハルカちゃんが考えてくれるお話、楽しみ。うん、私もぜひお願いしたいな。ありがとうございます。頑張って作ってみますね。